気に入った食材とかありました？なんかヒントになるような。あ、そういうのを得ようと思って食べてなかったので、要はあの岡村隆史の鍋なんだっていう、岡村隆史が思い出あるものを入れて美味しくちょっと仕上げていきたいなとは思ってるんですけど、何か特別な何かを入れたいと思ってますか？はいはい、実はですね、合うか合わないかですよね、入れてみて ね、はい、ね、もしあの美味しかったらですね、こちらのお店でもちょっとメニューとしてあの出していただけたらななんていうふうに思ってるんですけども、はい、味を見て、ね、はい、あったらやりたいなと思ってますので、ぜひリクエストした食材はスタッフに買い出しに行ってもらいます。そしてオリジナル鍋のベースとなる秘伝のスープを教わります。昆布と大根と煮干しを入れて出汁を取りたいなと思ってるんですよ。ちょっとさっぱりした甘みを出すためにはやっぱり大根が欠かせない。大根を入れるんですか、はい、じゃあ入れていきますか、はい、入れましょう大根入れるんですね、これは知らんかったな。これでもう一度札を閉めてスープ作りをします。これ大体何分ぐらい？5分ぐらい。あ、5分ぐらい、はい、するともうすごくいい出汁が出ますから。はあ、この間にキムチを炒める。そうですね、で炒めた方がいいですか？そうですね、あの生臭さがなくなりますから。オリーブオイルの方がいいんですか？そうですね、結構オリーブオイルの方が、あのスープの甘みを出してくれるんで。あ、いい香りがしてきた。もうキムチそろそろその辺で大丈夫です。5分間沸騰させて取った出汁を炒めたキムチの鍋に入れます。これで秘伝のスープが完成です。すごい簡単ですね。ですね、味見してみましょう。味見してみましょうか、はい、キムチに結構おいしい味がついてますから、はい、あのね、別の味付けがなくてもいい出汁には出る。あ、うめえもううまくなっちゃったこれやったらほんま家でも作れますね。作れますね。まずはスープにもやしと大根を入れ、自然な甘みを足します。ここから僕のオリジナリティを出していきます。カニや白子など大好きな魚介類を中心とした具材をたっぷり入れ、あとはリクエストした今まで韓国鍋になかった食材の到着を待つだけです。あ、コケプロデューサー何してんすか？さっき頼んだやつですね。何してるんですかそれあ、もう大丈夫ですよ。何ですか、もう別にいじらないですよ。なぜあの人がレオン風になってたのか、その答えがここにあるわけなんですけども、僕がリクエストしたオリジナルの食材とはニョッキ、チーズ、パスタというイタリアの食材。鍋の中で韓国とイタリアは融合するのでしょうか？まあイタリア大好き岡村隆史、僕はあの日系イタリア人じゃないですか、何年ちょっとあのイタリア意識して。大丈夫やと思います？これ入れてみて。私も初めてなんですけど。本当ですか？結構ドキドキしてますね、はい、あんまり出来悪かったらお店で出さないでください、ね、さあそれではまずニョッキ、ニョッキ入れてみましょうか。ここに入れようか。あれすごい可愛いじゃないですか。表情が、うん、曇ってきました。言うてみたものの、うわこれは美味しくなさそう。もしこれがあったら一つの鍋で二度楽しめる。ちょっと味変えたいなっていう時にチーズパラパラパラっていけばいいかもね。さあそれでは乾麺の代わりにパスタをちょっと入れますか。はい、さよなら。これは大丈夫なんでしょうか。さあどうなんですか。ほら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 、なんだこの野郎。うん、あ、おいしいですよ。ありです、ありです、はい、よかったです。うん、出る、うまい、うん、いい。いただきます。はい、どうぞ。うん、合ってます。合ってますよね。ちょっとびっくりです。びっくりでしょ、はい、岡村プロデュースの岡村鍋ですけども、実際どうでしょう、これ
お店のメニューとしてもこれなら出せると。大丈夫ですか、はい、評判悪かったらすぐやめてくださいというわけでお店の秘伝のスープと僕のアイデアが融合した岡村オリジナル鍋が2月3日まで期間限定で販売されることが決定いたしました。実際ね、うん、メニューメニューそれ載ってあのお店の、うん、ウォンスンイ鍋っていうウォンスンイ鍋何がおかしいんですか。ワンすぎてバベンあ、そうなの。メニューメニューそれ乗ってあのお店の、うん、ウォンスンイ鍋っていうウォンスンイ鍋何がおかしいんですか。ワンすぎて猿なんですよあ、そうなの。猿鍋っていうこと。これは韓国の人食べないよねでも猿は一切この番組は清潔で美しく健やかな毎日を目指す花王とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。そういう意味ない、うん、これでもいっぺんいって食べてみて。